皆さんこんにちは。大出力の大型アンプは見た目がゴージャスでいかにもいい音が出そうな感じしますね。ご覧のアンプはモノラルですから、ステレオ再生するためにはこれ2台とプリアンプが必要です。総額300万円ぐらいのシステムです。こちらは9800円のデジタルアンプです。どっちがいい音するでしょうか。聞くまでもないって思うかもしれないですが、ブラインドテストしたら4人中4人とも9800円のデジタルアンプの方が音がいいって評価したんです。これは2004年に話題になった有名な話です。テストでは8台のアンプを聞き比べてますが、値段と音にははっきりした関係が出ませんでした。アンプには音の違いがあると言われてますが、それは私たちが考えているよりずっと小さいのかもしれません。今回はアンプの音についての一つの考えをご紹介していきたいと思います。大は小を兼ねるって言葉があります。出力の大きいアンプを買っておけば、どんなスピーカーも余裕で鳴らすことができそうな気がしますね。でもちょっと待ってください。必要以上に大きな出力を用意してしまうと、ボリュームをかなり絞った状態で使うことになります。ボリュームを絞るとノイズや歪みが増える方向に行きます。これはアンプの特性の例ですが、半導体アンプはだいたいこんな形をしています。アンプのカタログを見ると歪み率がとても小さな数字です。これは大抵グラフのこの辺りを読んだ値です。この辺りはスピーカーの歪みの方が大きいことが多いですから、参考になりません。私たちが普段使うのは左の方の特性が落ちる部分です。能率の高い大型スピーカーに大出力アンプを組み合わせてしまうと、一番特性の悪い部分を拡大して聞くことになってしまいます。つまりアンプの出力は大きければ良いというものではないんです。必要なアンプの出力はどこまで大きな音を出すかによって決まります。その一つの基準にこういうものがあります。この音圧を出すために必要なアンプの最大出力は次の式で計算できます。グラフにするとこんな感じです。コンサートホールと同じ音圧を部屋で出す必要はないと思いますが、どのくらいのワット数が必要か全くわからない場合は参考にしてみてください。ちなみにこの線の上はどれも同じ音量になりますが、能率の低いスピーカーにパワーをたくさん入れて無理やり鳴らすのと、能率の高いスピーカーを小さいパワーで鳴らすのとでは出てくる情報量が違うようです。アンプの周波数特性はどれも見事にフラットですから、低音や高音の出方に違いが出ることは考えにくいです。ただですね、ダンピングファクターの影響で音色が変わる場合があります。これはケーブルの動画でご説明しました。ダンピングファクターが10を下回ると、こんな風にスピーカーの低音と高音が盛り上がってきます。これはアンプの音ではありません。アンプによってスピーカーから出てくる音が変わったんです。ダンピングファクターはアンプによって違います。ちょっと測ってみましょう。測る対象はヤマハの AV アンプです。やり方は簡単です。スピーカーターミナルに抵抗をつないで電圧を測ります。この結果を次の式で計算します。計算してみると、このアンプの R0 は92ミリオームでダンピングファクターは87でした。これはアンプ単体の値です。10より十分大きいですが、スピーカーケーブルをつなぐと R0 が増えてダンピングファクターが10に近づいていきます。過去の測定結果は次のようです。
この結果からするとヤマハの AV アンプはミニコンポクラスのようですね。ただ低いから悪いというわけではありません。ダンピングファクターが落ちると低音と高音が盛り上がるんで、聴感上はいい方向に解釈される場合があります。最初にお話しした総額300万円のアンプが9800円に負けたという話はこのせいかもしれないですね。アンプは思いほど電源にお金がかかっていて、いい音が出るものと思われていた時期がありました。2オームで理論通り出力するアンプを作って、強力な電源をアピールする商品もありました。でもそういったことは音には直接関係しません。2オームまで理論通りといっても、そういう負荷をつながない限り関係ない性能です。ではアンプの価値は何によって決まるのでしょう。その一つにボリュームコントロールの品質があります。ボリューム位置によって音が違わないのが理想ですが、なかなかそういうわけにはいきません。細かい説明は省きますが、ボリュームは絞って使うほど音質が悪くなります。ボリュームにはもう一つギャングエラーの問題があります。ギャングエラーというのはボリュームの位置によって左右の音量に差が出ることです。実際どのくらいあるのか、先ほどの AV アンプをちょっと測ってみます。ウェーブジェネを使ってアンプの左右に全く同じ信号を送ります。アンプのスピーカー端子をテスターにつないでボリュームの位置ごとに電圧を測ります。これがその結果です。このアンプはちょっと L チャンネルの方が大きいですね。他のアンプはどうでしょうか。過去に測った結果をご紹介します。アキュフェイズの C275 はこんな感じでした。ボリュームは高精度の可変抵抗器ですが、このクラスでもこのくらいの誤差があります。マッキントッシュの MA6800 はこんな感じでした。ボリュームを回すと数字でポジションが表示されますが、ボリューム自体は質の良くない可変抵抗器でした。ちなみにこのアンプでよく使うボリューム位置は4でした。フルデジタルアンプはこんな感じです。ボリュームコントロールは極めて正確です。演算処理で増幅を決めてますので、ボリュームの位置によって音質が悪くなることもありません。ギャングエラーが 5% を超えると、センターに定位するはずのボーカルが左や右に寄って聞こえます。国産のアンプはミニコンポでも 5% 以内に入ってますから、私には 5% を超えるアンプがガラクタに見えます。趣味の世界では見た目も重要です。JBL とマッキントッシュの組み合わせが好まれたのは、ブランドイメージと見た目のマッチングが良かったからでしょう。他人の意見で見た目に納得いかないアンプを選んでしまうと、音に不満があるときアンプに目がいってしまうものです。ゴージャスなスピーカーにはゴージャスな外観のアンプがありますが、お金をかけるのはあくまで外観や物の作りであることを忘れないでください。ここまでの話をまとめるとこんな感じになります。大出力アンプは小音量が苦手です。能率の高いスピーカーを組み合わせると悪い部分を拡大して聞くことになってしまいます。アンプの音に大きな差はないようです。音色が変わって聞こえたら、それはダンピングファクターの影響でしょう。正確なボリュームコントロールはアンプの価値です。ギャングエラーが 5% もあると、ボーカルがセンターからずれて聞こえます。アンプは見た目も重要です。見た目が音の評価に影響することがあります。
アンプを選ぶとき具体的にどんなことに注意したら良いのでしょう。これをご紹介していきます。音に大差ないわけですから、スピーカーに合ったものを見た目で選べばいいと思います。世間のアンプの音質評価は見た目の感想に近いものが多いように思います。他人が何と言おうと自分の好みで商品を選ぶことが大切です。ギャングエラーを気にする場合は可変抵抗器のボリュームを避ける必要があります。先ほど出てきたヤマハのアンプみたいにデシベル単位で数字が出るものがおすすめです。プリブをデジタル処理しているアンプはボリュームコントロールを含めて正確な増幅が期待できます。でもデジタルにはデジタルの問題があります。特にサンプリングレートやビット数を変換するところで問題が起きます。これは整数で割り切れない変換をするからなんですが、ここをどうやって処理しているのかがポイントになってきます。例えばこちらの商品ではこの問題に対処するために2系統のクロックを搭載しています。オーディオショップでアンプの音を視聴するのはほとんど意味ないと思います。ショップではトランスのうなり音とかボリュームやスイッチの感触とかミュートリレーの音なんかをチェックしてください。いかがでしたでしょうか。アンプは信号を増幅する装置です。そこにブランドの音とか固有の音色のようなものを期待しない方がいいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。